どうも皆さんこんにちは。フリーランスフォトグラファーの正木です。今日はですね、真似をすれば実践ですぐに使える、講座の決め方とか、あとその時に、僕がそれを撮影した時に、気をつけていったポイントとかを紹介していきたいと思います。その前にですね、油断にはなるんですけども、今日もね、インスタグラムの方で見つけてくれた方がいまして、初めましてでね、ポートレートの撮影を、行ってきたんですけども、でその人が、撮影初心者というか、その撮影自体2回目の方だったんですね。それで、あまりポージングが得意じゃないとかって言われていたんですけども、僕が知っているその構図とか知識や、あとポージング、あとその前のね、動画でもお話ししたその光の意識の仕方とかを、そういう知識を教えてあげたらすごく喜んでくれて、その子、僕とは2回目なんですけども、その1回目の、撮影の時にやっぱりポージングがあんまりうまくできなかったとかって思っていたらしくて、私には撮影向いてないかなって思っていたらしいんです。でも今日僕が、撮影させていただいたんですけども、写真好きになりましたっていうふうに、言われて、こうすればいいんだとかっていうふうに学べたらしくて、すごく喜んでくれました。で、僕たちね、撮影する側にとってはそれ以上ない褒め言葉だと思うんですよ。そういうなんか自信がなくなっていた子たちを自信つけさせてあげたり、写真を好きになるっていうのはもうカメラマンにはこれ以上ない褒め言葉だと思うんですよ。なんで僕もなんかすごい嬉しかったなって思っちゃいました。はい、長くなりましたが本編に行きたいと思います。では今日はですね、先ほども言った通り、これを真似すればすぐ実践で使える講座の決め方や、あとはその僕が、撮影するときに気をつけていったポイントなどをお話ししていきたいと思います。まず一つ目はですね、これ正式名称とかあったら、ごめんなさいなんですけども、僕がね、撮影している中でこれいいなっていうふうに思って、勝手に名前を付けさせていただいたんですけども、ドームって呼んでますね。なんかこうその三分割法っていうものがあるんですけども、後ほどそちらもねご紹介するんですけども、その三分割法のそのグリッドっていうものがあるんですけど、その中心下、真ん中下のところに収めるっていうものですね。ちょっと実際に携帯の方でね映しながらやっていきたいと思います。はい、ではこちらですね、これとかですね、簡単に言うとそのグリッドっていうものがこういうものなんですけども、こういう風にあるんですね。ちょっとまっすぐ作れなくてごめんなさい。こういうものが、カメラのファインダーとかにあると思うんですけども、あと携帯でね、こうカメラで写真撮る時もあると思うんですけど、ここにこういう風にね、収める、わかりますかね、そのグリッドのその真ん中下の方に収めて、上には余白を作るっていうもの、結構ね定番ポーズなんですけども、こっからね、このなんか上の横線あるじゃないですか、ここを過ぎてしまうとちょっとバランスとかがね、良くなくなっちゃうんですよ。あくまでも僕の見方なんですけど、あとはこういう撮影は、その周りの雰囲気だったり、その周りの空気感かをよく見せてあげさせることができるのと、単純にその景色をねよく映せる、それも雰囲気とね同じなんですけど、あとこういう時の撮影の時に気をつけていただきたいのが、その平行線があるじゃないですか、その景色の向こう側のここのここですね、ここのピーっていうこの黄色、今線を引いたところの下のところのその景色のところにその首元を入れちゃいけないっていうのがまずマストなんですね。理由としてはまず縁起が悪いでね、なんか首にこうチキーンってなっちゃうのが、であとはそのバランスが良くなくなっちゃうのかな、そのやっぱ景色を見せてるんでそれを邪魔しちゃいけないというか、もし入れるんであればその結構アップ目とかだったらいいんですよ。アップ目で景色後ろ、例えば
これも、ね、同じ花さんなんですけども、まあ、こういう感じでね、ここの方に、まあ、頭の方でちょん切れてる、まあ、おでこら辺でですね、こういうちょっとアップめの写真だったら大丈夫です。こういう撮影ではそういうことを気をつければいいと思います。平行線とかじゃなくても、何かその切るようなものがあったら、それより下の方に入れると結構バランス良くなると思います。はい、まあこういうのがそのドーム状ですね。これもドーム状、これもドーム状ですね。これも気をつけた、まあ撮影した時に気をつけたものは、まあ、やっぱりその A のそのやっぱここの周りのところ、周りっていうかね、後ろの方は寂しいじゃないですか。だからそこでこういうふうに A をね、ちょうどよくタイミングよく2匹来たんで、パシャって立って、なんかそのかっこよくないですか、なんとなく。自分はこれ結構お気に入りの1枚なんですよ。あとは、こちらの写真ですね。これもドーム状ですね。これもりんちゃんの、お写真で、まあ、そこのさっきのね、グリッドのところに収まる、真ん中下の方に収まって、上の方には、空白が残っている、空白ではないけど、まあそのね、スペースが空いている。でこれは撮影した時に気をつけたのは、後ろの木漏れ日ですね。そのまあボケがあるですか、なんかの丸い木漏れ日というか、その光が木から差し込んで点あの丸丸丸って、それをいかにこうよく映すかを気をつけましたね。はい、で次は僕が先ほど言ったその3分割法ですね。もうこれは本当にド定番で、まあ、そのよく映画とかでもなんか使われます。ちなみにこの僕が今撮影している状態も3分割法でございます。これをすることによって、そのなんかストーリー性とかが生まれるんですよ。結構ね、映画とかドラマとかでも使われる、撮影スタイルなので、結構みんな知ってるとは思うんですけども、まあ、僕もね、一応ここで、説明させ、あの写真付きで説明させていただきたいと思います。で、まあ、例えばこちらなんかね、その3分割をグリッドがあってね、ここの点点点点っていうところに被写体とかを入れると、ストーリー性が、溢れたり、まあなんかその簡単に言ってバランスがよくいい写真になるんですよ。なのでまあこういうふうにね、真似していただけると、即戦力になると思います。であとはですね、まあ、前ボケとかですかね。次僕が紹介するのはその前ボケを意識するなんですね。こちらのね、お写真とか、まあ、前になんかこう入れて、その F 値をね、なるべく下げて、前をぼかして奥の被写体を写す、こうする撮影スタイルは割とその幻想的になったり、なんかそのパッて見て、うわ綺麗っていう風に、思われる写真になるかなって思います。まあ、こちらのね、リカちゃんのね、お写真とか、あとはこちらですね、その花さんのね、お写真、これもね、この葉っぱを前ボケにして上からこう煽ってて、まあ上からね、こうカメラを構えて撮ってます。ここに僕が頑張ってる姿見えると思います。でまあこれはもう見たか、もう見て分かりましたよね、何に気をつけたか。まあ木漏れ日を意識しました。なんかすごいいい感じじゃないですか。でなんか臨場感がある、なんかね、結構広角で撮ったんですよ。24かな、これはうん、24ミリで撮って、まあその葉っぱのところをギリギリにこう入れて、カメラを入れて上から覆ってこうやると、やっぱ広角なんで周りのものはね、こうなんかにむにょむにょむにょっていう風に、レンズに方になんか近づくというかね。で奥のものはこうちゃんとビシッてちゃんと普通になってるんですけども、まあ、こうすることによって臨場感も出るし、なんか迫力がありますよね。そう、もう木漏れ日はもう最強です。皆さんもね、なんか撮影するときに、なんかお散歩がてらで撮影するとき、なんか木漏れ日とか探してみてください。これもね、この撮影も確か昼の2時とか3時とかだったんで、もう太陽が真上っていうかね、ちょっと上からずれてるとこなんですけども、やっぱその時の普通の光ってね、強いんで、あんまりいい写真っていうのは残る時もありますけど、まあ強い、まあその光の話はね、前の動画にもお話ししたんですけども、よろしければそちらをご覧ください。今、まあ、こういうふうにね、木漏れ日とかを入れたら、いい感じの写真になると思います。
であとはですね、最後の4つ目がもう本当に土定番なんですけども、まあ、日の丸構図。日の丸構図では、まあ、こういうふうにね、そのもう景色とあとその服装とか結構ね簡単そうで難しそうに見えるんですよ、日の丸構図って。日の丸構図もちろん被写体をドーンって真ん中に撮っても綺麗になる時あるんですけども、やっぱね、なんか一つ違うだけでこう結構差が出るというか、例えばこれなんかど真ん中に被写体を入れてるだけなんですけども、なんか物語性を感じません？そのお花畑にいてこうカゴを持ってなんかこうつまんでるお花をこう撮ってるというか採取してるというか、で服装もそれっぽい、まあ、これはね一応オーバーオール着て、イメージはその農場ガールみたいなのイメージなので、日の丸構図っていうのはその場の、雰囲気と、空気感、ちょっとここ難しいんですけど、空気感とあとはその被写体が着てる服とかがちゃんとこうなんか一致していれば日の丸構図でも全然映えます。でも例えばこのお花畑に普通に、まあ、例えばおしゃれな服とかだとね、それをドーンって真ん中に撮ると、そうですね、僕はそんなにかなとは思うんですけども、まあでもなんかね、やっぱ日の丸構図って定番なんだけど難しいんですよ。もちろん誰でも撮れるんですけども、なんかその一個ステップ一個上のレベルの写真にするには日の丸構図っていうのは難しいんですよ。まあ、こういう感じのね、リカちゃんの写真とか、あとはそうですね、あとこれですね、この前その彼岸花のお写真を撮りに行った時に日の丸構図ドーンって真ん中にいるんですけども、このねなんかちょっとなんていうんですか、真空の赤というかちょっとムーディーな感じ、これ本当はねもう晴れだったんですよ。だけど編集でちょっとねダークにしてちょっとなんか真空色にして、でモデルさんがねその赤色の傘着てて着物着てて、まあ、これも日の丸構図なんだけども、先ほど言った、場所、まあ、空気感服装が一致してるんで映えてます。ここでね自分が立ってみたんですけども、ちょっとやっぱり想像が違いましたね。やっぱ服装って大事だなって改めて思いました。まあ、これもねなんか多分どっかのね、その辺に自分の写真も載っけようかなとは思っているんですけども、温かい目で見守ってやってください。はい、ではこちらが、先ほど言った、これさえ真似していただければ、実践ですぐに使える講座の決め方や僕が気をつけたポイントとかですね。もし何かあればコメント欄のところで、ご質問とかお待ちしております。もしくは、まあ、インスタグラムの方に飛んで下の方にねリンクも貼っておくので、DM とか、でも、受け付けております。ではもしこの動画がね、いいなって思ってくれたらいいねと、あとチャンネル登録をぜひお願いいたします。あとコメント欄の方でもね、ご質問やご意見とかもお待ちしておりますので、気楽に、コメントください。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。